はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。さあ今回は4大大会の後半戦ですね。やっていきましょう。で、能力なんですけど、今回もね当然別データでの、はい、プレイになるんで、まあ大会ね2回分は上がってるんですけど、命中とライフは若干あれかな、本データよりは上がってる感じかな、修行分ね。はい、で8歳4ヶ月で、今回ね使っていきたいのが、今回はちょっと命中技見せていこうかなということで、はい、コマアタック、力タイプの命中重視技、瞬発17でダメージ D 命中 S でガッツダウンクリティカルともに E と、まあ普通に命中技かな、命中技にしては結構強い方かな、命中 S あるしって感じかな。はい、あんまり言うことないんだけど、じゃあグレイテスト4ねやっていきましょう。まあここは一番ね強い相手が来るんで、そいつら相手に、まあ、どういう戦いできるかって感じかな。まあ楽勝だろうけど。さあグレイテスト4、まあ、普通にやってたら絶対ここが一番きついかな。やっぱりゼーランディアとラブレスじゃないな、あラブレスもいるけどカーマインいるからね。この2人ってやっぱ強いからな、結構ね鬼門ではあると思う。ゼランディアは命中率高いしね、カーマインは当然として。そしてコマアタック、コマアタック、技も増えてきてるから技多いんでね、ここか、まあ、99かな、こう感じ。これね結構すごいよ結構すごくない、これでダメージ D って気がするけどな。あ、これ全然いい、このアクション的には必殺技でいいな。それぐらいのもん持ってるね、この B コンボよりね。噛みつき外れて、これだぜこれだぜ、これ普通の命中技。あ、ちょっと後で見せるけど B コンボね、絶対 B コンボよりこっちの方が超必殺技だって。マジで B コンボはしょぼすぎる、ほんとに。まあそういうのあるけどね、あるけどしょぼすぎるわ。あー、見せるか、カーマインに。カーマイン、あ、まあコマアタック一発では死なないと思うんでね、コマ打ってからいっか。でも命中率やっぱすごいよな、余裕の99、ほんと166、ほんとかなこれおかしいよな。あ、でさっきね、わ、当たるな、 37% が当たり前かのように。これで外れるんだよな、 80%。 ちょ、おかしくないおかしくない、これこれで外れたらマジで切れるぞ、この構えろっつって、ふざけんじゃねえって、マジどこ行ったんだよって。あ、中身ないなこれ、ジョーカーってよくよく考えたら、あれかな、ガリと同じかこれ。え、ガリとなんか関係あったっけ、ジョーカーって。なかったような、あったような気がするな。あ、ラブレス消してきたわビビった、 D コンボにビビったかな。はい、ということで、まあまあ楽勝でしたね。よし、じゃあ次はちょっと修行に出して、はい、で大会出ていきましょうか。もうこれは関係ないんでね。はい、じゃあね、修行やっていこう。で、また技覚えて見ていく感じかな。で、海岸ね、海岸。もしかしたらワンチャングジラキングある。他もね、スピナー、ベニクレ。スピナーは結構出てくるけど、ベニクレはそんな出てこないんだよな。まあ、スイカ割り飛ばしていきますか。同じぐらいだな、スイカと。覚えてね。で、イカだ。この後サメあるけど、サメもさすがにこいつはいらないんじゃない、さすがのサメもね。あ、いらねって思うんじゃないこれ。ある、欲しがるかな。いや、強い、強くないこれ、すげえ強く。サメもいらないんやろこいつのこと、石だよただの、いくらでもあんじゃないの強いなマジで。サメのステータスどれぐらいなんだろう、オール200ぐらいかな。バカではあるよな。あ、カニね。カニやっつけて。
まあまあ横幅でかいけど高さ的に同じぐらいじゃん。こいつ結構やっぱでかいよな。まあこれには負けないよね。同じぐらいだから。まあ次のやつはでかいからね。なんか海岸が似合うな。こいついても気づかないんじゃない？みんな。この石として岩として鎮座してればならないでしょぶっちゃけならないだろ今ので。ココナッツ当たっても2発、まあ、失敗はしないよな。くるかわしてドカン。あ、もう一発か。バタンキュー。さあ誰が来るかな。グチラグチラ。あ、誰も来ねえ誰も来ねえ。こいつに会いたくないと。お前には会わねえと。技だけね。じゃあちょっと回復させて大会出ていきましょうか。いや、やっぱちょっと話もするか。ちょっとね、大会の時に話してたらね、危険されたらもう一瞬で終わっちゃうんでね。で、何の話かというと、ツイッターの方にも書いたんですけど、書いたリツイートかね、したんですけど、あのね、モンスターファーム、アプリ版のね、モンスターファームがアップデートされるみたいで、で、その中に、まあ、いくつかあったんですけど、まあ、これはね、詳しくはツイッター見てくれたらわかると思うんですけど、あのね、新モンスターが、なんか出てくるというか、うん、新モンスターのアップデートもあるんですよね。新モンスターって何と思って。モンスターファーム1ですからね。でそのままあのリメイクされたんで全モンスターいるんですけど、だからなんか出てくるんですよね。でそのモンスターが一体何なのかなっていうのが結構ね気になってるんですよね。もうこの動画が時には発表されてるのかもしれない、うん、って感じでね。いやそれが、まあ、モンスターファーム2のモンスターなのか、普通に1の中で、ね、普通に、なんだろう、出てくるのかね、新しい種類のモンスターがなんか、まあ、スエゾーとかで、レアモン系にね、追加されるのか、それがね、結構、面白いなと思って、どうなんだろう、2のモンスターだったらまた新データだから出てこないと思うんだけど、多分、あスエゾーとかライガーとかディノの、またレアモンが何種類か追加されるんじゃないかな、まあ全種1種類ずつとか。それはさ、結構すごいことだよね。うん、あ、技見んの忘れたな。ちょっと後で見るからね、技は。出すだけ出すから。だから、なんだろう、ちょっとまた楽しみになりますよね。また動画出すから、ワン。ちょっと止まってるんですけど。どれ覚えたの？ローリングボム確認してなかったから。あ、ローリングボムだわ、これ。なかったなかった。あ、これね。あ、同じだわ。縦回転だわ、これ。横回転か縦回転だわ。当然の 99% ね。なんだろうな、それ追加されるの。なんだと思う。いや、発表されたらもう意味ないんだけど、これ言ってんの。なんだろうな。絶対レアモンだと思うんだけどな。だってまたね、2のデュラハンとか入れたら大変でしょ、データ的に。だからその種族の中だったら、技とかのね、更新とかもいらないんで、そうなるんじゃないかな。でも、新技とか欲しいよな。ナーガとかね、弱いやつの技なんか強くしてあげてほしいんだけど、そこまではないか。いや、でもね、無料で多分アップデートされると思うんだけど、それってすごいことですからね。だって、この会社のこと考えたら、知ってるでしょ、皆さん。あの、戦国無双とかね、三国無双とかやってる方、わかると思うんですけどね。猛将伝とか。あの発売される前にも僕言ってたと思うんですけど、もし売れたらこれなんだろう、新モンスターハームみたいな感じで出てくるぞみたいなこと言ってたんですけど、それはないのかな。ちゃんとアップデートしてくれてるんでね。いや、これはね、思ったより相当売れたんだと思う。でお金かかりますもんね、こんなのやってアップデートとか。意外にこれ売れてるんだよ、モンスターハームのアプリで、ね、1で。ってことはこれ2出るよ本当に。じゃないとね、無料アップデートなんてしないってマジで。この会社は本当に。だって僕散々やられてますからね、この光栄系のゲームに。あのね、信長の野望とかね、信長の野望とかね、だいたいそのバージョンが出るじゃないですか、1とか2とか。その後にパワーアップキットっていうのが出てくるんですしかも値段同じぐらいで、パワーアップキットってやつが。で、他で言うとね、ウィニングポストっていう、まあ、競馬のゲームとかあるんですけど、それとかだったらもう年度ごとに、ね、1とか2、まあ昔はなかったのかな、最近だとね2000、
だから20年度版とか2019年度版みたいな出てきて、もう完全にね、僕もモンスターハーム新たに更新されるんだったらね、モンスターハーム2020とか出てくるのかなと思ったけど、全然ねそういうことなく、ちゃんとダウンロードじゃなくてアップデートしてくれるみたいなんで、めちゃめちゃ良心的だよねそれ考えたら散々買ったよ、三国志とかでパワーアップキットとか言って、ないくら8000とかするか、ね、8000とかするか、マジでね、パワーアップキットだったらまあ3000ぐらいだったら納得するけど、8000、9000ぐらいしたんじゃないそれ考えたら本当にね画期的だから、マジで感動しつつね、このダウンロードはい待ちたいなと思います。まあそんな感じかな。はい、であとはちょっと技だけ見るか。はい、ということで、今回は、4大大会の後半戦戦っていきました。まあ能力はセーブしないんですけど、さっきの技ね、さっきの技、コマアタックじゃなくてこっちね、ローリングボム、あこれ良い技だったんだ、力タイプの良い技で、命中重視技で消費ガッツ25ダメージ C 命中 A でガッツダウンとクリティカル E か、あ命中率は下がってダメージが伸びたっていう感じの技でしたね。何が違うのかよくわかんないけど、まあ横回転縦回転だったね。はい、ということでした。で次回はね、ついに、はい、あの技を覚えようということで、こっちはね本データの方で覚えていくんで、はい、また次回ねレジェンド杯お楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。今回の動画もし良いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役に繋がってますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。